2018明治安田生命 J1 リーグ第32節、いよいよ J1 も残り3節です。大詰めを迎える優勝争い、ちょっとこのところの失速で苦しくなった広島ですが、今日は必勝が望まれる一戦です。ベガルタ仙台をこのホームエディオンスタジアム広島に迎えました。さて柏レイソル戦が29節ですから3節前でしたが、そのゲームでこの柴崎が J1 通算200試合出場、それから水本選手が400試合出場を達成しています。広島は予想通りおそらく今日も 4-4-2 で臨むものと思われます。まあ、バック4はもう不動のメンバーです。で今日は青山先発復帰で、2列目に川辺と柴崎です。ティーラシン、パトリックの2トップですから、柏が、まあ、今日は流れを変える切り札としてベンチで出番を待つということになります。長身197センチのシュミット・ダニエル、ゴールキーパーで、渡辺監督は3センターバックのシステムをベースにしています。で今日は中盤アンカーを置くシステムではなく、怪我明け、まあ、右のももを痛めていた奥野が先発で、椎橋とセンターでコンビを組むという予想です。2列目に中野とハモン・ロペス、で今日は左サイドに長戸が先発起用されました。全員がボックスに下がってた広島は、川辺がラフに蹴ったボールを水本が追います。早めのクロス、これは大岩のヘディング、センターバックの大岩です。まあ、前に残っていてこのクロスボールに合わせました。まあ、いいボール上がりましたしね、はい、柴崎が蹴ってちょっと後ろからパトリック、これはでもシュミット・ダニエル取りました。そうですね、ぴったり合いましたけどね、はい、さすが大山、さすが柴崎、さすがパトリックというセットプレーです。まあ、メンバーもかなり変わりましたもん ね、はい、ハモン・ロペスは石原を狙って浮き球が来た、飛び込んでハチスカ、左足打てない、後ろから打った、最後長戸右足のシュート、うーん、熱い攻撃でしたね。さて、まあ、これでパトリック入れ替わった、パトリック、シュミット・ダニエル出ました。決定機ティーラシンからパトリック、中野はですからこの位置です。左ウィングバック、クロス、ハモン・ロペス落としたチャンス、石原だ、仙台先制、左ウィングバックにスライドした中野のクロス、ハモン・ロペスアシスト、そして古巣対決、石原でゴールです。いや、非常に、まあ、足の振りも速かったですし、まあ、非常に難しいバウンドをうまく合わせましたよね。見事なフィニッシュワーク、ハモン・ロペス、石原、ヒール、ハモン・ロペス、右足で狙った、石原とハモン・ロペスでまた形を作りました。まあ、アイデア合ってますよね、はい、ここですね、柏パス、そのまま前に行く、パトリックから柏田、柏のシュート、シュミット・ダニエルしのぎました。ポジションを右に移したばかりの柏がパトリックを使ってゴールに迫りました、はい、手前側に置いたヘディングシュートだ、
ラーっとサインプレーでしたが浮いたんで、ただ青山が抑えてつなげた。これで目先を変えてゴール前だ。シュミット・ダニエルしっかり飛び出してボールを跳ね返しました。流す、お中入って回ったりだ。ナイスキーパー、シュミット・ダニエルです。そうですね、回ったり選手今いいらしさ出たんですけどね、はい、非常にいいセーブでしたね。ショートコーナーどうかな、飛び込んだパトリック。諦めずにゴールに向かう姿勢を見せます広島。パトリック、セル、セカンドボール入れた。パトリック、粘る。これでゲーム終了の笛です。広島、望みをつなぎたかったゲームでしたが敗れて5連敗。仙台5戦勝ちなしストップ、勝ち点45。6年ぶりの一桁順位へ大きな勝ち点3を積みました。広島敗戦ですので、この瞬間川崎フロンターレの連覇が決まりました。